皆さん、焦点の時間でございます。うっかり永遠の命を得た皆さん、うっかり、はい、命が永遠だと〇〇がいいんだよなどですね、そのメリットを教えてください。私がですね、でもやっぱ大変そうと言いますので、さらに返してください。永遠の命か、あ、じゃあちょっとエミさんに返してほしい。おお、命が永遠だとフリーレンと結婚ができるんだよ。でもやっぱ大変そう。まあ確かに。ん、何が起こったんや。だからどういうことなの。エミ、まあ、大変そうやなっていうお話。うん、俺もそれ以外に感想がなかった。確かに大変そうだと思う。確かにフリーレンは長生きして、今はスタルクとフェルト旅してるけど。何フリーレンって。あ、フリーレンって。フリーレンやろお前。やろって言われても。いやいやいや、おじさんさー、お前、呪術で満足せんちゃうぞ。呪術なんかお前見て当たり前やねお前。でも歌い先生見てないじゃない。うんうん、何言うとるんやお前。知らないじゃない。めっちゃかれな。はい、トンさん。いや、命が永遠だと楽しいんだよ。でもやっぱ大変そう。そんなことないよ。酒飲んでも死なないし、タバコ吸いすぎても死なないし、何しても死なねえんだぜ。最高やん。二日酔いはするんか。大丈夫、二日酔いして、あー死にて、頭が痛くて死にせえと思っても死ねないんだぜ。つらない、俺は二日酔いの時いっそ殺してくれと思いながら耐えてるよ。じゃ、はい、ん、ロボロさん。いや、命が永遠だと食事がね、いろいろ変わっていいんだよ。でもやっぱ大変そう。まあ、油物は最初で受け付けなくなったね。悲しいな、なんか。多分内臓はどんどん置いていくんやろな。ああ。エミルとかも結構この段階に来とるんじゃん。まあ、タレとかつけへんもんな。うん。唐揚げとか最後に食べたんいつやねん。ほんまにあれやわ、ここ半年はないかもしれない。あれやな、もう2世紀前ぐらいやな。いやな、2世紀前、うん、それぐらいやったんか。マジか、マジ覚えてない。3000歳は硬いやろ、エーミル、お前。フリーレンの3倍。フリーレンは誰やねん。誰やねん、そいつ。こちらのやり取りの空欄を埋めてください。これは覚えてますね。はい、お、早い、チーノさん。はい、確か、まあ、お腹が減るってことでトントがこうやって返してズムも反応してたと思います。ほう、親指だもんね。ああ、親指で食べたんや。トントンの上げ方がもうアンパンマンレベルやねんな。確かに親指ないね。いや、お前ら違うわ。はい、トントさん、お前ら解像度が低い。これ本家ですから。解像度、本家か。いや、やっぱトントンさ、こう言うよ。いやこれで60件もリプライついたの。いや、これどんな返しやねん。どんな喧嘩してんのお前。お前ら今まだお互いに死んでなかったな。いや、もうちょっとほろぼろしたと思うけどな。はい、おゾムさん、ゾムさん。いや、トントさんはあのこう言ってくれましたね。ほう、俺を一番ことに近く行ってるで。やばいやつやん。ちくわ大名人や。何を言ってんのお前。トントンがアホやないか、これ。トントン、これは何を思って1時間ごとにちくわを食ったんや。食ってねえよ。ちょっと待って、これ、よく見たら、これ、トントンも大概やけど、ズボンもアホやぞ、これ。ゾロもアホやぞ。キャッポチェンジやろ。はい。ロボロさん、俺幸せな世界線作った。あ、よかったよかった。そういうのもね。いや、元の世界線も平和や。たまには見とかな。ちくわいる？うわーい。アホやって。アホやわ。めっちゃ平和や。でもまた平和やわ。でも100本ロボロさん方向性かぶってんけど。かぶるとかあんのこれ。はい。ショップさん、これかぶんの？何の100本チャレンジなんや。
大声。大声やろ。大声は。ああ、きついな。うん、どうしたの？お前、国語力低下してない。大丈夫。